どうもベタです。パースがやっていきたいと思います。はい、本日は先人谷高校アナザールートやっていこうかなと思っております。デッキの方はメイム、キイチ、カイ君で、ハーピー、ホンガンチュン、そしてテツサ、この6人でいこうかなと思っております。まあ目指すはね、8万点目指してやっていきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方はバードリとマネキネコを持ち込んでおります。ではやっていきましょう。まあとりあえず評価を上げていくんですけども、今回の自分の目標としましては10位以内、できればね10位以内入りたいと思ってます。まあそこを目指してなんとか更新目指していきたいと思っています。はい、そしてここはまあとりあえずオフェンスで評価を上げてね、まあセク1の時点でね4000点でもこの前出た、ああいうサクセスができれば更新できるはず。はい、それを目指してやっていきたいと思ってます。さあ、まあセク1からね爆発してくれると嬉しいです。まあ爆弾は爆発しなくていいからね、経験点が爆発してほしいです。はい、これはスピードいきましょう。 OK ですね。で次休んでいきます。はい、この立ち回りで間違いない、一回休みます。さあさあさあ、ここからキイチくん、いいよ、評価上がってくるのはありがたい。まあキイチなどね、評価がまだ上がってない方がまあイベント来てくれてね、評価をピンクまで上げてくれると嬉しいです。はい、これはユキヒラくん、ハーピーでいいかな。はい、行っておきましょう。はい、OK です。で持ってもう一回練習しまして、あー、ハーピー、ホンガンチュンもいいな。うん、ホンガンチュン行っておきましょうか。はい、行きまーす。 OK です。はい、本願寺の評価上がっていくね。で、テツタでこれ、この回復最高。で、この後、スピード、テクニック、メンタル。まあ、テク行こうか。テク行きます。はい、行きましょう。で、ここで燃やしていけなかった。で、テツタくんね、OK です。まあ、ここでガッツリーム起こしていきましょうか。ここは最悪遅れても大丈夫なんで。はい、とりあえず、今行きたかったな、ディフェンスね。まあ、しょうがない。まあ、雪平とキイチは後で上がってくれると信じている。はい、ではガッツリームやっていきましょう。さあ行こう、最高最高。はい、で本願チュン回復、ここは回復いらなかったな、ここは回復いらなかったっす。まあでもいいです。はい、そしてメイムですね。はい、メイム行きましょう。で持ってここで、ハマってないけど、まあこれハーピーね、タック来たら結構でかかったかもしれない。まあまあまあしょうがないね。はい、で、これは、追いかけていこう。はい、 OK でーす、ナイスでーす。はい、そしてここでもタックか、評価を上げたい。キイチの評価を上げたいね。キイチの評価を上げたい。キイチいる。あー、ゆきひらくんの方がいいか。この後、ゆきひらくんのタックしっかりと踏み、お!マジか。これ、微妙なんだよなー。まあ元気になりたいんで、最大値上げても、最大値上げるとドリンクの管理ができなくなるから、ちょっとしんどいかもしんない。まあ一応上げときます。ちょっとこれが失敗だったかもしんない。うん。ドリンクはね、やっぱ100回復のところをね、100以上回復してしまうと、その後にドリンク残せないっていう現状になってしまって、まあ、うまいことハマってくれるといいけどなっていう感じですね。はい、では1966ということで、セク1終了。はい。でもって、ここで、ここでディフェンス、あー、微妙。あー、キイチ行きたい、キイチ。はい、キイチ行きます。はい、OK です。認証が絡んでおります。はい、そして、ここでまずは1回休もう。1回休みます。はい。まあまあまあ、ぼちぼちいい感じですね。で、ここで一回休む。で、タックが来てほしい。で、メイムが動いていく。とりあえず、まずはワンタック。ワンタック、ディフェンス 15% 通って。はい、通していきましょう。はい、OK。で、次、メンタルタック。あ、でも、ゆきひらくんが多分評価上がってないんだな。次、一回休むと思う。ゆきひらくんのタック来てたら別だけども、一回休んでいいと思います。はい、OK です。で、てつたくん。まあ、これはとりあえず、ちょっと能力振ってね、休みましょう。ここはもう休むでいいと思う。うん、で、まあ、キイチくんのね、まずは金徳を成功させたいと思いますので、パワー、うん。パワーもしくはスピードなんだよな。多分パワーだと思うけど、うん。まあ、しっかりと上げておきます。依存をしっかりと上げて成功させていきましょうと。はい。まあ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 、うん。こんな感じで上げていきましょうか。はい。ではこれでいきたいと思います。いきましょう。で、休みますね。はい。いや、チュンガバシは欲しかったな、今のね。で、キイチくん、評価上がっていくよ。で、そろそろキイチもと、あー、ここで来ない。あ、マジか。8、7、6、5。あ、いけるか。一応いけるね。うん、ここ最悪、練習後イベント来なくてもいけます。大丈夫。OK。で、もう体力がちょっとない。体力がちとないのが厳しい。まあ、メンタルいって体力が回復させつついきたいところですね。体力消費されちゃうと困る。まずはちょっとオフェンスで援助を切るね。援助。オッケー。どうしよう、燃やす?まあ、でも変えるか。うん。
体力回復させたいので帰っておきましょう。で、ここでメンタル踏んでいっ、いやー、これはいいんだな。次のイベント起こっちゃうと体力消費なんで、ちょっと気をつけて。で、ここでメンタル踏んで、練習を着て、イベント着て、おー、来た！あ、じゃあ燃えるわ。オッケー。ここで燃えます。さあ、ガッツトム、やっていきましょう。まあ、でかいのね。でかいの。まずはでかいの。オフェンスあたりがいいね。オフェンス、スピード、メンタル。お、メンタル。おー、スピード！まあ、いいでしょう。これ、ハーピーありがたいね。うん。まあ、スピード練習が一番ね、タック来づらくなってます。頻度もないし、ハーピー単体なので、まあ、筋力は取れないんですよ。なかなかね。でも、猟犬がまず入ってくれるのはでかい。このデッキでこれは本当にでかいぞ。うん。臨床はひたすらディフェンスで稼ごうと思ってたぐらいなんで、はい、これはありがたいです。はい、OK です。ハーピーナイスだ。で、ここで、オフェンス。まあ、ハーピーか。ハーピーか。まあ、オフェンスでいいかなっていうところですが、ディフェンスもいいんだよな。うん。はい、とりあえず能力振っていきますね。能力を振っていきましょう。まずは、そうだね、パワー、スピードを上げてっていう感じでいこうか。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。さあ、はい、そしてこれは、ディフェンスいっておきます。はい。まあ、ガッツで増やすためにね、ディフェンスいっておきましょう。で、これ、やる気下がらないで。OK。やる気下がらなかったら OK。はい。そして、ディフェンス。まあ、ぼちぼちのタックが来てます。ぼちぼち。まあ、ぼち。まあ、ディフェンスですね。はい、ディフェンス行きましょう。ガッツで1人増える。OK。ガッツではね、しっかりと8人、8人まではしたいので、しっかりと確保していきましょう。はい、そして、うん、いいね。はい、OK。で、ここで、ディフェンス、スピード、メンタル。すべて微妙。すべて微妙。でも、ガッツで増やすためには、ディフェンスだな。うん。まあ、ディフェンスでいいかな。はい、まあ。そうだね。はい。ではこれでいきたいと思います。ディフェンスいきましょう。で、ガッツ勢が1人増えてくれます。はい、OK です。はい、キーチ。で、これがリード。はい、OK ですね。ここで1回終わるから、1回休むか。まあ、メンタル来てないから、メンタルだけ来てないから、俺は1回休むですね。で、ちょっと能力は振っておきましょう。うん。臨床そこそこ稼げてんじゃね？筋力も稼げてる。まあ、精神をちょっと、まあ、あとは技術筋力か。まあ、技術だな。技術精神だな。技術精神を稼がせてほしい。はい。そして一回休んで、ここで気合を入れてもらうっていう形でね。7164。もうちょっと稼ぎたかった。もうちょっと稼ぎたかったところですね。はい。では気合を入れていく。はい、行きまーす。はい。そしてメンタル。オッケー、メンタルタック入ってる。オッケー、メンタルタック入っておりますね。オッケー、オッケー。それはでかいよ。はい。で、本願チュン椅子倒立で行きましょう。本願チュンね、本当に体力消費ないからありがたいよね。うん。で、メイム。メイムは体力消費が結構ある。それがちょっとしんどい。はい、そしてディフェンス。まあ、ハーピーのコツもらっておきましょう。スプリントかダッシュ。スプリントね、オッケー。で、ハーピーが終わっていく。で、次、一回休んでもいい。一回休んでもいい。ハリウッドね、オッケー。ハリウッドは成功しております。で、メンタルはもともと踏んでるし、ここは一回休んでおきましょう。はい、次踏んで終わりですね。で、哲太くん、可動部。はい、オッケー。ガッツストリーム中に終わらなかったら体力回復ありますんで、できれば終わらないでほしいね。はい、ではフィジカル行く、テク行く？テク行こうか。技術が一番稼げてないんで、とりあえずテク行っておきます。で、本願チュン終了。はい、ディフェンスリーダーゲットです。オッケー。さあ、ガッツストーム。さあ、ここからね、ここからハマっていきましょう。しっかりとはめていかないといけないよ。うん。まだまだ経験足りません。まだまだ経験足りない。ここで感想一発ぐらい見たいところですね。はい、ではメンタル。ディフェンス、おー、ディフェンスがそこそこでかいな。メンタル行くのもありかなと思ったけど、これはもうディフェンスですね。さすがにディフェンス、ここまで、うん、経験点が取れると、ディフェンス行くべきだと思われます。で、猟犬、取っといてもいいか。取っときましょうか。で、ディフェンスリーダーも取りたいけど、まあ、とりあえずスタミナ振っときましょうか。まあまあまあ、これでいっか。うん。はい、行きまーす。ディフェンス行きましょう。はい、OK です。これ、筋力の稼げてるのがね、キーチ君のおかげちゃおかげだけど、ちょっとしんどいね。筋力はそんなにいらない。で、キーチ。まあ、キーチはね、さすがにエアマスくれると思う。ここまで来たらエアマスくれる。で、哲太くん、これ走らないでほしかった。後で体力回復させてほしかったな。はい。まあ、しょうがない。はい。そして、スピード。おー、敏捷稼げてますね。敏捷稼げてますね。オッケーオッケー。うん。ありがたいね。で、とりあえずディフェンスを振っていきましょう。ディフェンスを振ってって、敏捷を使っていく。今回もしかしたら敏捷が溢れるパターンかもしれません。うん。
まあでも敏捷が溢れるのはいい結果です。いい流れだと思う、うん、あとは精神、まあオフェンスタックですね。オフェンスタックをひたすら踏んでっていう形が一番ベストだと思う、うん、ベストにいきましょう。ベストに行きたいで、ちょっとある程度能力を整理させていきたいで、筋力もねちょっと振っていきたいんだよな。そろそろね、そろそろ筋力も振っていきたいと思ってます。そうなんだよな、筋力は多分おそらくね、敏捷が余るイコール筋力はもただ余りっていう感じなので、うん、いやこの後本当にオフェンスタックだな。オフェンスタックにはまってほしい。オフェンスタックがでかいのは技術精神で稼ぎまくれれば、でもね精神ボナーがいないんだよな。精神ボナーがいないのは辛い。このデッキ精神ボナーいないんですよ、うん、そうなるとちょっと辛いので、はい、まあとりあえずこれでいきましょう。はい、ではスピードいきます。いきましょう。はい、 OK、 いいですね。精神だ精神。オフェンスタック、メンタルオフェンス OK。 あーでもメンタルがでかい。メンタルが、あーこれはさすがにオフェンスだな。いいね、技術稼がせてくれたの、うん、意外と OK だね。オフェンスいい感じに入ってくれてますね。はい、じゃあこの調子で印象を使っておいた方がいいのかもしれないねっていう感じなので、はい、ではこれ、オフェンスいきたいと思います。いきましょう。メンタルも良かったんですけどね、これはオフェンスでいかせていただきます。もう一丁オフェンス来ない？結構ハマってきたんでね、ここら辺でもう一丁、あメンタルか。あーでも精神稼げてます。お、いやマジか、そうきたか、そうきたか、そうきたか。それならばもう行くしかないかもしれないね。うん、行くしかないかもしれない。フィジカルか、これね多分筋力余るんですよ。筋力余るんですけど、ここで精神が結構稼げるんですよ。なので取っておきたい、これは確保しておきたいんですよね。確実に筋力もただ余りです。ただ余りですが、どうしようか。いやー微妙だな。パワー振らないとやっぱさて、筋力吐けないな、やっぱパワー振るか。でこの辺で調整するしかない、まあ、筋力全部回収っていうのは難しいけど、まあ、できるだけしとみたいんだよな。うん、難しいね。まあでもこれでいっか、これでいけた。はい、ではフィジカルいきます。うん、精神がここまで稼げるのはでかいです。ありがとうございます。はい、でうん、まあまあいけてるでしょう。うん、結構更新ペースに乗ってきた、更新ペースには乗ってきました。でここでカイ君が成功してくれれば OK、 ナイス、いいよ、カブマスゲット。でメンタル、あメンタル来ない、メンタル来ない。じゃあこれはそうだな、筋力を吐いていくっていう形を取らないといけないね、とりあえずね。はい、では筋力を吐いていこう、はいはいはい、とりあえずそうだね、うん、そうだね、うん、はい、ではドリンク飲んでいきまーす。はい、ではディフェンス、オフェンスかな、ディフェンスでもいいけどコツもらっとこうか。さすがにコツもらっときましょう。はい、 OK です。はい、あメンタル燃えちゃった、メンタル燃えたけど、これメンタル足らなくなりそうなんだよな多分ね。これはオフェンスいっときたいな、多分精神が、あーやべえ体力消費だ。まあエアマスもらえたけど、あこれ積んだ、積んだっぽい。あー終わった、体力が積みました。あやべえなこれ、どうしよっかな、ドリンク全部使っちゃうしかないのかここで。うわーやっぱり大丈夫博士がちょっと裏面出ちゃいましたね。ドリンクであれ管理したがちょっと裏面出ちゃいました。で練習後イベント来てくれない、けどまあいいや、これで燃やせるんで本願中に行きましょう。いやー厳しいな。まあでもここで起こせてるから休むコマンドが2回くらいできるはずなんですよ、うん、でここで 31,976 悪くはね3万2000超えてるね。 OK 15,964。 さあこっからまだあと1万ちょい、1万3000点くらいは稼ぎたい、せめてね。はい、ではディフェンススピード、あーディフェンス来ましたね。いいよ。その前に金徳をちょっと取ったっけ、取ったよな、うん、取ったから、うんうん、どうしようかな、うん、
いやこれオフェンス振りてえな、オフェンス振りたいから技術稼がせてくんねえかな。結局多分筋力がダダ余りするんですよね、この後。この後ダダ余りしてしまうので、それならばオフェンスに振りたい。この後のタック次第って感じですね。うん、技術が足んないかもしんないな今回な。いやー筋力をどう吐くかだなこれ。うん、取り切った後にどう吐くか。まあ最悪精神があれば無失点とか取ればいいんですけど。はい、ではディフェンスいきます、いきましょう。まあ、とりあえずこれは行くしかないですね。まあ精神が結構これは稼げてるのはありがたいですね。はい、 OK で、リフティング、はい、 OK ですね。はい、おー時間で、ここでオフェンス、あーまあ微妙だな。メンタルでもいいなこれな。まあでも技術稼ぎたいからこれはそうだね、オフェンスかなという形ですね。うん、ここからね、筋力を吐きたい。ここからはもうちょっとタックもハマってもらわないと困るんで、筋力も吐きたい。筋力も吐きたい。筋力も吐かせてもらうために、オフェンス行きましょう。はい。で、起死回生ね。OK。起死回生もらいました。で、ここで、これはどっちもいいんだよな、正直ね。はい。では、オフェンスない、あー、どっち行こう。いやー、マジか。究極の選択だな。これどっち行くかだな、本当に。いや、どっち行く？いや、さすがにディフェンスか？いや、迷うところ、うわー、これが別々の時に来てくれれば最高だったんだけどな。いや、マジか。こう来たか。いや、これ筋力絶対余るんだよ。ディフェンス踏むなら。うん。いや、でも、爆発力的には精神が欲しいんで、ディフェンス行きたい。いや、技術も欲しい。いや、どうしよう。いや、すごい迷う、これは。まあ、ブレイブタックル振って、まあ、筋力を吐いていくのはいいと思うんだ。筋力吐いて、いやでも、うん、そう、筋力吐くのはいいね。筋力吐くのはいいな、ね、ブレイブタックルだね。うん、そうだね。あと39、敏捷。いやー、微妙だな。あ、でも21か、これで。これで21ならば、あとは精神振るだけですので、とりあえずこの辺振って、そうだね。あれ、微妙だな。89か、ちょっと微妙。まあでも、いけるっちゃいけるんだけど、そうだな。まあ、こっちにしとこう。うん、チームプレイにしておきます。さあ。で、ちょいちょいと合わせていくが、まあ、結局は、そうだね。これでいくしかないね。はい。では、ディフェンスいきます。決めました。ディフェンスいきます。いやー、オフェンス、もう一度そのタック来てくんね。いや、本当に来てる。オフェンス来い。来ない。で、筋力敏捷が余っていく。ここはできれば精神技術。テク。おー、ディフェンスいいね。あー、テクいいね。これは非常にいいですね。で、筋力敏捷をもうひたすら使っていくっていうムーブになっていくのだが、敏捷はまだ使える。まだ敏捷使えてますね。うん、オッケー。敏捷使えてるのはいい。いい流れだ。いい流れ。うん。敏捷が使えるのはありがたい。ここでテク踏んでも敏捷余るからね。敏捷来てしまうので、さあ、ここでテク踏んで、できればね、オフェンスタックが今後ハマってほしい。オフェンスタックがハマらないと精神技術が稼げない。こっからもひたすら精神技術だと思う。はい。では、テクニックいきます。で、この後、多分、オフェンス振れるから、筋力が吐けるはずだな。はい、OK。で、ここは一回休むしかないんだ。もうドリンクねえからね。ドリンクねえから休んでいきます。2回ぐらい休んでもいいよ。メンタルタック来ないか。でもこれ踏みたいな。オフェンス行きたいな。休まずに、次、ね、次タック来なかったら、積んじゃうんで結構積んじゃうので、そうだね。そしてこれ、そっと先に査定を上げることを考えます。まあでも筋力吐く方がいいのかもしんないけどね。筋力吐く方がいいか。査定よりかやっぱこっちを上げよう。うん。最後でかいタック来てくれると信じて、いきます。はい。で、ここでオフェンスいきます。で、一回休もう。いや、11% 怪我するな。ここはいけるぞ。まだ更新ペースだからね。オフェンス。OK! いいね。さあ、ここで一回休むか、メンタルタック。オッケー、メンタル入ってくれた。オッケー、じゃあ、あとは遊ぶコマンドでいけるね。休みたくなかったんですよ。休みたくなかった。オッケー、これは遊べる。遊んで遊びまくったらいけますね。はい、遊びまーす。オッケーですね。はい、オッケーです。いいですね。いい感じ。はい、そして監督の評価上がっていく。でもって、ここで、スピードディフェンス。まあ、とりあえずスピード踏んでいこうかなという形ですね。樋口もじゃない？ああ、残念。まあ、監督ね、精神もらえばいいよ。で、ディフェンス。うわぁ、でかっ！え、え、ほん、
え、いいの？ありがとうございます。あどす、あどす、あどす。いいよ。ガッツストリーム以外ですが、これはありがたいね。これは 0% にもちろん。はい。はい。4358、ごめんなさい。43,581。いい感じに来てますね。いい感じに来ております。おぉ、あ、やられた。うわ。最悪。いや、マジか。ここで、やられたか。うわぁ、ここ。いや、1個減るの痛い。ここで精神技術を稼ぐこと。いやー、これは痛えわ。痛かったな。これは痛えな。この、うん、痛恨のミス、ミスというか、まあそうだね。痛いね。うわー、やられた。やられた。これねー、やる気せめて、後イベにしてくれよ。前イベに下げられちゃうと、これほんときついんだよな。そうなんだよ。きついんだよ。きついんだよ。非常に厳しいんだよ。今回中、まあ、こっちもらっとくよ。はい、オッケー。さあ、さあ、行こう。精神。精神、精神。うわ、微妙。あー、テクでもいいけどな。ディフェンスもまあ、ぼちぼちなんだよな。うん、でも技術稼ぎたい。いやー、これはディフェンス行っとこうか。さすがにここはね、もうサクチャレなんで、サクチャレなんで行くしかない。で、メンタルタック、メンタルタック、メンタルタック。ディフェンス、違うんだよ。あ、め、あ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 、これ、どうしよう。どっち行く？さすがにメンタルだよな、これな。精神稼げるのはありがたい。熱い。これは熱いぞ。で、さすがにこれをもう取っていく。で、最後、メンタルタックだっけ？メンタルタック入らないと、金得もらえないのか。来てほしい感はあるなぁ。メンタルタック来てほしい感はあるなぁ。さあ来ないかな最後ね。うん、もう一応メンタル、メンタルは増える、メンタルは増える。まあそれかオフェンスのでかいの来ない。マジか。あー微妙だなぁ。金得取れなかったなぁ、残念だなぁ。でディフェンス行く方が稼げる、ディフェンス行く方が稼げるが、最後やっぱ査定を上げに行かないとまずいと思うので、ここはオフェンスかなっていう形ですね。うん、オフェンス行くしかないかもしれないね、これはね。フリーキック、うん、そうだな。オフェンスなんだろうな。技術欲しいしな。そうだよね。いやー、ちょいと微妙だな。微妙っすね。まあ、まあ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 、オフェンスなんだろうなって感じですね、これは。まあ、どのみちこっから筋力弁償は溢れるしね。はい。行くしかねえのか。オフェンス行きます。いやー、ディフェンスの方が、うん、でも、試合を考えるとオフェンスですね。はい、サクッとピンちゃん行きます。はい、そして、少しでも筋力をはじ、はじ、うん。筋力を少しでも、クロス。爆発力は、取っとこうか。精神もまあ、ぼちぼち稼げてる。はい、まあ、これで行くしかないのか。これで、最後ね、試合、頑張ってほしい。ワンチャン更新あるぞ。ここで試合、2000点以上稼ぎたいんだが、まあ、まずは1点取られたいな、できれば。1点取られたい。まあ、自分でフリーキック蹴りたいけどね。フリーキック、あ、だー、オッケー。じゃあ、ここで200点稼げてるし、ここ1点取られておきます。で、選手点はできれば自分の直接フリーキックだとかだとありがたい。直接フリーキックとかだとありがたい。せめて、ダイレクトの誰かのシュート。お、あー、下シュートなしか。ちょっと遠いもんな。はい、カット時、行こう。まあ、もちろん下です。はい、空中戦持ちの秋山下を狙いましょう。で、ここで1000ポイントぐらい稼げたはず。うん。まあまあ、前半で1000ポイント。まあ、OK ですね。で、問題は後半まで行きたい。延長まで行きたい。延長まで行きたいです。100、1100、ちょっと伸びなかったな。得点してから伸びなかった。うん、ダイレクトでシュート、お、いいね。あ、250、お、いいね。400450、600650、700800850、お、結構稼げたぞ。いいね。シュートとシュート、シュートを出してもらおう。あと1本決めたい。できればあと1本決めたいところ、決めたいところですね。で、できれば自分のフリーキックで決めたい。ファールしてくんね、ファール。OK、ナイスライディング。いいよ、いいよ。いや、これは、もう決めちゃおう。いや、これ、まあ、決めるか、秋山が止めるか、どっちか。弾け、せめて弾け。OK、OK、来た。
コーナー。じゃあここでもうアシストきます。決めたら1失点してるけど取り返せるはず。はい、ではいきます。さあ、嘘だろ、マジか。得点と、なあ、絡みたかったな、得点にね。セキュリティセンサー、おお、ありがたい、250。うん、いいよ、いいよ、50。50、オッケー、オッケー、オッケー。わあ、点取れ、点取れ、点取れ、大、うわあ。まあ、でも結構経験、多分2300点、400点。それぐらいいったんじゃない？結構いい感じに試合はハマった。うん、ここの PK でね、点が取れないのはちょっと残念ですが、まあ、とりあえず。とりあえずハマってはくれたはず。うん、いやーこれねでかいな。今の試合結構でかいかもしれない。この試合で更新、まあでも経験点的にはね多分おそらく2万80001回かないかぐらい。まあ行ってもいや2万9000は行ってないな。2万8000ちょいだな行っても、うん、なのでまあ1位とかは目指せないけど更新はできるはず。自分が7万5000ちょいなんで、いや7万そうだな。でもそうなんだよな、技術が足らなかったんだよな今回。うん、筋力敏捷がちょっと余り気味なので、それがね技術に入ってくれてれば USS6 とか言ったけど、多分 USS5 なんだろうな今回な。下手したら4もありえる。まあでも筋力はね、エアマスもカバマスも確か成功してたんで、あとはあれか、あれが失敗したんだ、ダイナモが失敗したんだ。ダイナモが失敗してるので、それがやっぱちょっと痛いか。どうなるかですね。で、ここで、おお、2800! マジか、2400じゃなかった。2800いましたね。オッケーオッケー。これはでかい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。おお、ここで5万超えそうですね。5万超えそう。ありがとう。いいね、いいね、いいね、いいね。はい。では、振ってまいりましょうか。で、経験点は2万8000点ぐらいだと思われる。はい、28,114 ということで、振ってまいりましょう。行きましょう。はい、振ってまいりました。筋力敏捷がダダ余り。で、多分、おそらく USS5、4、5って感じかな。はい。USS5 ということで、こんな感じで終わりです。はい、まあ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 、得のはぼちぼち取れたけど、ダイナモが取れなかったみたいね。ダイナモ取れてれば USS6 ぐらいいったのかもしれません。ということで、はい、経験点は、で経験でポイント 76,626 ということで、一応更新はできたのかな。うん、更新はできたと思います。まあ試合がね結構ハマってくれたけど、練習がねやっぱ23,000点、24,000点いかないと1位目指していけないのでね、次はもっと上目指していきたいと思ってます。グループランキング2、そして全体ランキング11位ということで、これで終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。